どうもマグリーです。皆さんお元気でえらい過ごしていらっしゃいますでしょうか。夏休みですね。いろんなところ出かけられてると思いますけど、まあそんな中でもね、夏休みってことでね、まあ、テレビも見たりとか、まあいろんな娯楽というか、そういったものにね、時間を費やせる。YouTube をね、見るとき、お気に入りの YouTuber や、まあ YouTube チャンネルがあった場合ですね、どのようにですね、その最新情報をゲットされていますでしょうか。私もやっぱり YouTuber の端くれとしてですね、皆様にお伝えしておきたかったということで、はい、今 YouTube 立ち上げてます。今あなたにおすすめが出てくるんですが、はい、ここでね、私はですね、まあ好きなチャンネルを購読というか見る場合ですね、一度ね、こういった動画上げてるんですけど、この、あなたへのおすすめをなんか、例えばじゃあこれは見ないなと思ったら興味なしっていうことにすることによって、調節できるよっていうようなね、動画をね、過去にアップしてるんですが、今回ね、その、まあ例えばこれ、はい、今、カズさんのこれ、カズゲームスって出てきてますけど、カズさんの動画の、最新動画がアップされた時に、今までであれば、まあメールで通知を、まあ通知というかメールでこうお知らせをもらうか、もしくはこのように、今のようにですね、あなたへのおすすめから探し出すか、当然検索で探し出すかっていう、チャンネル、登録チャンネルのところから探し出すかとか、そういった方法しかなかったんですが、これね、今初めてやるんですけど、YouTuber の端くれながらこの機能は結構前からリリースされていたんですけど、今更ですね、ちょっと使ってみようかということで、これも皆様にね、ついでにお勧めしたいなと思ったんで、このね、鈴マーク、カズゲームスの横にあるこの鈴マークございますね。はい、鈴マークを押すと、このチャンネルのアップデート通知をすべてお届けします。通知方法、メールのみと出ておりますが、こちらでね、OK ではなくて、設定の方に行きますよね。そうすると、まあ、こうやって出てくるわけですよ。で、通知を受け取る方法のところをですね、モバイルとメールにしようと。そうすると、まあ、メールでのお知らせ。今までメールで受け取ってたからですね。それプラス、こう、モバイルってことは、なんとですね、この YouTube のアプリで通知を受けることができるという素晴らしい機能が、今最新の YouTube アプリでは使うことができると。いうことなんですよ。これ皆さんご存知でしたか？知ってる方はいらっしゃったと思いますけど、これでね、通知され、アップされた瞬間にこう、iPhone で通知が来るということですね。で、まあ注意点としましては、ちゃんと設定のところでね、通知、で YouTube があるんで、この YouTube のところで、サウンド、アップ、アイコンにバッジを通知、こういった形にしておけばですね、もう見逃すことはないと。ロック画面でも表示されるし、私であればね、カズさんとか、あとまあ、エビチャンネル、まあ、マイクラの動画ばっかり見てるんですけど、だからそういった方々の通知を受け取るようにしてみました。はい。これでね、皆さんも私のチャンネルを、もしよろしければですね、YouTube のアプリを持っていらっしゃればですね、今のような設定をしていただくと、最新情報を、通知で受け取れることになりますんで、ぜひ、やってみてください。はい、というわけでね、今日はそれを皆様にお伝えしたかった、俺でございます。これからちょっとお出かけがあるんで、この辺りで失礼したいと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。本日の付録のコーナー、まずはニュースが2つ。1つ目が Apple Japan が YouTube に公式チャンネルを開設ということで、Apple Japan ですからね。Apple ではなくて Apple Japan なんで、日本語の CM とかがね、随時更新されていくのではないかということで、皆様、要チェックでございます。続きまして、Apple が欧米で MVNO サービスの交渉を始めている。まあ、つまり Apple がキャリア化するということですね。キャリア化っていうほどではないんですけどね。MVNO という、要するに大手キャリアの電波を借りして、提供する。まあだから Apple が iPhone 向けのなんかプラン等を考えてくれるとちょっと面白いかななんていうふうには思っておりますんで、今後の動きに注目でございます。昨日アップした動画にいただいたコメントを紹介するコーナーです。まず一つ目、マグニーさん前の時プレゼントでもらった泳ぐマグロくんが動かなくなってしまったということで、私実はね、1万人突破の時にプレゼントコーナーやったんですよ。そちらの時に当選された方なんですね。未だにご覧いただいてきまして本当にありがとうございます。これからも精進いたしますので、ちなみにそのマグロくんは電池を変えると動くようになります。はい、続きまして、Mac に Windows 10をインストールする方法を教えてくださいということで、Windows 10ってどうなんですかね。今 Mac にインストールできるんだろうか。Mac に Windows をインストールする方法はあるんで、それでちょっとやってみたらどうでしょうか。ちょっとわかんない、ちょっとわかんない。はい、続きまして、なんか Web 版の YouTube プレイヤーの仕様が変わっていますねということで、今ね、ネットで話題になってますね。ちょっと見てみましょうか。あ、見て、本当だ。見て、ほら。変わってますね、仕様が。透明化されてるし、マウスを離すとすぐ全部なくなるし、映像になんか、
集中できるようになってるっていう感じですね。はい、最後です。コスト高や消費税値上げのことを考えたら漫画業界がモバイル漫画にシフトしていくんでしょうか。紙派の自分としては、なんか味気ないんですよねってことでね、僕もねちゃんと紙でも読んでます、ね、紙で読むべきというか読みやすいものと、モバイル漫画というか、まあ、電子版でね見ても OK、 まあ電子版で見ても OK なものと、紙でないと、ダメなものっていうのがあるんじゃないかと、そういう住み分けがどんどんはっきりしてくるんじゃないかというふうにも僕も思ってますけどね。はい、というわけで皆さんいつもコメントの方ありがとうございます。コメントそしてリクエスト随時受け付けておりますので、LINE アットでも構いませんし Twitter でも構いません。何でもいいので、私にメッセージをね、ください。というわけで本日の付録は以上でございます。いかがでございましたでしょうか。このようにですね、もうほぼ毎日私がねこのように iPhone の最新情報をお届けいたしますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日ねご紹介しましたもの全て下の概要欄でアクセスできるようになっております。 PC の方は下のもっと見るをクリック、スマホの方は下のタイトルをタップということでご覧いただけるようになっております。よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。